どうも、ゲーム実況者のテクタンと申します。時は来たれり私が勝手に読んでよかった？え、なんやろこれ。来た来た来た、時は来たれりです来ましたね、HD2D。ちゃんと発表ありましたね。満を持して。今こそ目覚める時。いや、このさ、ドラクエ3のさ、エンディングのさ、この入り、すっごいなんか、3やね。もうワクワクっていうかなんか、すごい、こう、込み上げてくる。ここの BGM ね、すごいいいよね。魔王討伐を目指し。もうさ、果てなき旅路。ファミコン版もスーファミ版もやってるからさ、ストーリーとか全然知ってるけどさ、やっぱ何度でもやりたいよね。神ゲーは何度でもやりたいもんなんですよ。めっちゃやりたいんよね。雰囲気がさ、やっぱ HD2D ってすっごくいいからさ、 HD2D で描かれる世界で、もう音楽がもう鳥肌が立つ。綺麗、めっちゃ綺麗。でもドットなんですよ。幕を開ける。わー、やりたーい。大空は前のもの。ロトの物語。わー、もう構成が素晴らしい。この BGM 盛り上がるとこでね、こうバンって出してくるの。ドラゴンクエスト3、はい、そして伝説へ。そして伝説へ。いつ2024年11月14日、発売。まあ先やね普通にまあまあ先やね。お、何何、まだ続きあんの。何何、ワンよねこれ。あ、ツーの人たちもいる。人たちっていう言い方あれやけど、継がれゆくロトの石、実は3だけじゃないみたいな。おー、そっちも HD2D ですか。2025年。だってさ、前の発表の仕方が3って明言してなかったもんね。あ、堀井裕二さん、こんにちは。ご覧皆様、こんにちは、堀井裕二です。ドラゴンクエスト3の映像いかがでしたか。いや、すごく良かったです。ようやく発売日を発表できて僕も嬉しかったです。ありがとうございます。そして今日サプライズで発表した、ドラゴンクエスト 1&2 もHD2D で読み上げることが素晴らしいです。これあれ淡路のどこかな、のドラクエのアイランドかな。3が物語を始めるとなっており、3、1、2の順番でプレイしてもらうと、あっと驚く展開が待っています。ロト3部作となる3と1と2、今までのより分かりやすく何かが盛り込んである可能性あるからさ、触れたいよね、ちゃんと。どうも、堀井裕二でした。しっかり知ってるとはいえ、知ってる上でやっぱやりたいとかあるよね。ありがとうございます。え、絶対やりたい。 HD2D になって蘇る新たなロト3部作にご期待くださ い。めっちゃ積みゲーあるけど、これだけはやっていい。引き続きヘッドラインをご覧ください。はい。